国道10号、総太郎峠は、大分県佐伯市と宮崎県延岡市の県境に、ある峠。この峠を越えるルートは、総太郎越えとして、広く知られており、峠時代の別称にもなっている。急旬な山中を、北川水系や文川沿いに、JR 九州日報本線と、国道10号とが、ほぼ並走しており、古くから交通の難所として知られている。 宗太郎の集落は、元禄6年頃に始まったとされ、その名は、岡藩から命じられて、付近の管理に当たった、洲本宗太郎にちなむという。日豊本線では、大分県側の重岡駅から、宗太郎駅を経て、宮崎県側のしだな駅までの区間が、一般に、宗太郎越えと呼ばれる。急旬な山地の中を1000分の20の急勾配の、鉄路が、 合計37のトンネルを抜けて続いている。ただし、県境にトンネルはない。また、県境付近に、死者境が設置されており、そこを境に、JR 九州大分支社と、JR 九州鹿児島支社とで路線管轄が分かれる。この区間の工事は、難航を極め、日本本線の宮崎市北では最も遅れて1923年12月に、開通した。 現在は、この区間を境に、大分県側と宮崎県側がそれぞれ異なる運行系統とされているため、ほとんどの普通列車が、大分県側は、佐伯駅、宮崎県側は、延岡駅でそれぞれ折り返しとなっており、佐伯駅と延岡駅の間を直通して運転される、普通列車は1日1.5往復のみである。坂道の上り下りと、カーブが続く厳しい山越えの道路である。 標高266メートル。近年、西側を走る国道326号が整備されて、実質的に国道10号のバイパスとして機能しているため、この区間の交通量は少なくなっている。また、東九州自動車道のこの区間は、ずっと東側の海沿いに建設されており、総太郎峠付近は経由しない。ありがとうございます。